ジョゼフ・フーシェは、フランス革命、第一帝政、フランス復興制の政治家である。ナポレオン体制では、警察大臣を務め、タレーランと共に、体制の主要人物となった。特に100日、電化崩壊後は、臨時政府の主犯を務めて、ナポレオン戦争の戦後交渉を行った。複数の場所に同時に存在するという近代警察の、 原型となった警察機構の組織者、秘密警察を駆使して政権中枢を渡り歩いた暴力家として知られる。権力者に取り入りながら常に一定の距離を保って激動の時代を生き抜いた人物であったとされ、カメレオンの異名を持つ。オーストリアのユダヤ人作家ステファンツバイクによる評伝が有名である。なんと近郊のルペルラン出身。父は船員で、 風ェにも後を継がせるつもりだったが、体が弱く、勉学の際があったために、なんとのオラトリを教団で学ぶ。その後、創籍には入らずに、同教会所属の学校で、物理科学を教える教師となった。なお、この時期に、北部の町アラスにおいて、カルノーや、無名の弁護士であったロベスピエールと交わり、彼の妹と交際している。こうした面々とのつながりから、 政治運動に目覚めたフーシェは、フランス革命後にカトリック教会を否定するヒキリスト教系運動に関わるようになって、1792年に国民公会の議員に当選し、パリに向かった。当初は同教であるジロンド派に近い恩恵共和派の立場であったが、国王類16世紀の裁判の際に処刑票を投じ、それを契機にジャコバン派内の山岳派に倶えした。 これによりジロンド派追放から免れるが、国王殺しの罪が後に王を引くことになる。彼はまた、1793年10月に墓地令を発し、共同墓地の十字架を撤去させている。ロベスピエールによる恐怖政治を支持して、革命運動に身を投じ、1793年には、私有財産を禁じる法令を南都州などで発布し、 リオンの大虐殺を指導するなどラ腕を振るうが、その後、ロベスピエールと対立した。テルミドール9日のクーデターに参加し、情報収集能力の高さを評価されて、総裁政府の警察大臣を務めた。ブルメール18日のクーデターでは、体制側であったが、ナポレオンの政権奪取に貢献し、統領政府でも引き続いて、警察大臣に就任した。 1800年の三二系図外暗殺未遂事件の阻止には失敗したが、その入念な捜査でカドゥーダルの陰謀を暴き、応答派を一網打尽にすることに成功。終身制に反対して一時失脚するが、アンギャン公事件で再評価され、ナポレオン一世の訂正において、警察大臣、元老院議員を歴任した。フーェは、総裁政府時代から密定を雇い、秘密警察を使って、 国家のあらゆるものを監視させたと言われる。ナポレオンの妻、ジョゼフィーヌすら買収し、ナポレオンの私生活まで監視していた。ナポレオンは、風車への情報収集力を高く評価し、用事がある時は秘書官に呼びに行かせた。ナポレオンは、大臣たちを自分の秘書官程度に考え、時には口述引きさせることすらあったといい、直接呼びつけるのではなく、 秘書官に呼びに行かせるのはナポレオンにとっては格別の配慮であった。なお、フーシェと共にナポレオンが配慮を示したのはタレーランである。1808年に衛星国ナポレオン国のオトラント公爵に除されるがタレーランと同様にナポレオン帝国の崩壊を予想して自政権の構想を画策し始める。翌年イギリス軍がベルギーに迫った時に独断で 国民軍を編成し、ベルナドットを司令官に据えた越、越権行為、大英和平交渉が露見して辞職した。この時の中仏オーストリア大使シュバルツェンベルクは、ナポレオンをなだめられる唯一の人物が全国に惜しまれつつ去ったと本国に報告している。あと、1813年、短期間であったが、受納将軍の後任として、イリュリア州総督を務めた。 百日天下では再び、ナポレオンを支持して、警察大臣に再復帰。崩壊後、退位したナポレオンに代わって、臨時政府主犯となり、ルイ18世をパリに迎えたが、主犯の地位はタレーランに奪われた。王政復古でも短期間だけ警察大臣となったが、王道派は国王殺しの風船を忘れていなかった。両親である、ルイ16世とマリー・アントワネットを殺された。 マリー・テレーズは、フーシェが現れると席を蹴り、決して同席しようとしなかった。1815年8月、フーシェは大臣就任後わずか2ヶ月で失脚し、ザクセン王国駐在大使としてドレスデンに左遷された。1816年1月9日、パリの議会による100日天下の際に、ナポレオンに組みした国王子計賛成投票者はフランスから永遠に、 追放するというフーシェを狙い撃ちにする決議により、国外追放される形で、プラハに亡命した。その後は、オーストリアのリンツ、イタリアへと渡り歩き、1820年に、トリエステで死んだ。晩年は、家族と友人に囲まれた平穏な生活を営み、人が変わったように教会の参拝を欠かさなかったという。フーシェは死ぬまで敵対者の個人情報を手中に収め、 保身に成功した。オトラント港としての居城跡地のフェリエール城がある、セーヌイコールエイコールマルヌ県、フェリエールアンブリーに埋葬されている。明治時代に日本の警察を創設した川地俊義は、風車に範を取ってその辞席を取り入れた。ありがとうございます。